シュートいけ。これあるな。緊張してる。エースに見られると緊張する。今何？シュート。いや今失敗。もう強いの？本当さ。うん。勝っていけ。いいとこ見せようとしたら、やり方変わってます。指かかってます。パチって言ってますもん。ちょっと動かせたさ。ちょっと動かしてもしとるさ。ちょっと動かせる。10点差ぐらいの1イニングやったらちょっとだるいピッチャーです。パワーピッチだと思いきや、こう、プラスティックタイプ動かしたばっかり。しかも大きく変化しないで。今日動き出てます。え、それナックルボール投げてるんですか。3本バージョン。お、はい。4本バージョン。使いますね。おお。日に良くなってる。日に良くなってる。4本。3本。ラストです。さすがっすね。すごい。高校生の時から監督の目を盗んでキャッチボールの時間なくて投げてたら、うまくなっちゃった。投げれるよ。あれですね、野手の顔。なんかみんなね、これミットでやるとね、はい、その気になってます。あ、やっぱ村さんの、ね、受けてもらいたいんですかね、みんな。みんなピッチング練習してくから。やっぱキャッチャーミットやと自然と力入っちゃう。その気になっちゃう。ナクさんもなんか持ち玉あるんですか。なんか持ち玉、はい、小学校までしかピッチャーやってないからな。あ、え、しょ、あ、小学校までピッチャーで、はい、中学校からもうピッチャーやってないから、はい、直球勝負ですか。直球勝負。ああ、力勝負。力勝負。力勝負。まっすぐ投げる。全体さん、バッター。おお、ほほほ。厳しいコース攻めるよ。キャッチャーすごい。おお。やっぱ村田コーチとかで受けてもらって全然違うんですよ、気分が。やっぱり全然違うんですよ。次の日めちゃくちゃ張るんですよ。ちょっと、すごい。おお。ラストいきます。今週のマシン。
うわすごいすごい明日筋肉痛だから